どうもパーシーチャンネルです。今日はですね、なんとソドー島の地図を作ってみました。本物のソドー島の地図にパーシーストーリーで出てくるトーマスランドなどの箇所を追加してみましたよ。今までね、ソドー島の地図全然知らなかったので、とってもいい勉強にもなりましたよ。素人ながらちょっとずつご紹介してみたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。で、一応この地図をそっくりポンと同じように書いてみたんですけれども、まあ下からいきましょうか。まあ、これ赤いのはね、ちょっと作りたいところとかもう出てきてるところなんかを赤くしてみたんですけれども、この下の方にあるのがブレンダムの港なんですね。はいはいはい、ここにも載ってますけれどもね。そしてナップボードステーションはここなんですね。で、ちょっと上にあるのがティドマス機関庫と、上の方に行くとウルフステッド城があって、こっちの方にはブルーマウンテンの採石場、ヒロがいた森なんかも載ってましたね。そして粗銅整備工場、ディーゼル整備工場、そしてね、これ本線っていうのはここだったんだね。ナップフォードステーションからゴードンの丘やマロン駅を通ってケルスソープロード、クロバンズゲールヘンリーのトンネルとか通ってビカーズタウンまで、これがここまでが本線。全然知らなかったっすよ。で、ここら辺なんかのものの本に書いてありましたけど、エドワードの視線、みんなの視線がね、ちゃんと場所決まってるんですよね。それはそうですよね。トーマスの視線、ダックの視線、こっちにもいろんなね、みんなの視線がありましたけど、ちょっと書きませんでしたけれども、我がパーシーストーリーではここをトーマスのふるさと、トーマスランドとして作ってみたいと思います。そしてタバはね、ここ橋、どうやってこれ橋かけてるのかわかんないけど、橋渡ったら、まあ、タワたちがいるタワランドに行けるっていう設定になってますね。そしてカブプランドはね、この前もあのカブプラたちがやってきたで、船でねやってきてましたんで、ちょっと離れたね、まあ、カプセル状の島という設定でちょっと作ってみました。そしてここにね、クロランドって名前にしたかな、トビーランドって名前だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけどね。はい、ここの日本のような形をした島がこの黒とかトビーランドになりますね。一応ね、ヒロのふるさとっていう設定もありますので、まあ、日本の形ということで、うん、で80話のね、80話にも出てきた都会もここという設定になってます。一応ご視聴者様のね、臨機感謝さんから、このもし地図を作るにあたってね、80話に出てきたあの都会の、まあ、電車たちがいるね、都会を出すのはどうでしょうかっていうコメントいただいたんで、まあ、ここに都会もあるという設定にさせていただきますね。うん、ブルーマウンテンの採石場はね、なんとなく作りましたよね。粗銅整備工場も一応あります。これですね、作ってみたいの。ディーゼル整備工場ってないですもんね。ディーゼル整備工場作らないとね。あと粗銅レスキューセンターもね、やっぱり作んなきゃいけないですよね。この粗銅動物園っていうのもなんか作れたらね、作ったら面白いかななんて思ってます。ナップフォードステーションはね、これ出してくんないかな、またこの4つぐらい屋根がついてるナップフォードステーションね。あとゴードンの丘もちょっと作ってみたいかな。うん、まあこんな感じで一応作って地図をね、作成してみました。そしてまだ1個ちょっと書き忘れたのがあったんですけど、あれです。北西レールランドっていうのを作るの忘れてましたね。はい、とりあえずちょっとまだ既存のこのディーゼル整備工場とか粗銅レスキューセンターとかね、ちょっと作ってないところは作ってみたいですけども、ご視聴者様の中でこんなちょっと変わったところ、こんなの作ってほしいなとかあれば、ぜひねコメントの方お願いします。ビカーズタウンとかね、マロン駅とか、一応ここにマロン駅はこうあるんですけどね、ゴードンの丘のふもとにあるぞ、ソドー動物園も作ってみて、こんなの売ってたんですかね昔。めっちゃ欲しいねこれ。
ハブプラじゃないよね、これ。プラレールだよね。すごいね、ここら辺超楽しそう。ソドー動物園ですって。はい、ということでね、今回初めてソドー島の地図を作ってみました。これからのね、ストーリーに役立てていこうと思います。先ほども言いましたけどね、まあ、こんなエリア作ってほしい、まあ、オリジナルのでもいいですし、ここの駅の感じを再現してほしい、まあ、ビカーズタウンとかマワン駅とかね、あとゴードンの丘を作ってほしいでもいいですし、もしね、何か作ってほしい、こんなのがね、こんなところがパーシーストーンに出てきたら面白いんじゃないかなっていうね、ところとかね、ご自身が好きなエリアなんかをこうコメントの方に書いておいてもらえると、まあ時間はかかると思いますけれども、まあ、ちょっとずつ皆さんのご期待に添えるように、ね、いろんなエリアを作ってみたいですしね、僕もね、あの本物のトーマスの方は本当あんまり、まあ、CG 版とか特にあんまり見てないのでですね、こういう位置関係だったんだ、本線ってここからここまでこういう感じで通ってたんだとか、ちょっといろいろね、書いてていろいろびっくりすることの連続だったんですけどね、うん、また自分でもそういうのを作れば作るほどね、このトーマスの世界観にも触れることになるので、楽しみにしてます。ウルフステッド城は絶対作れないよね。一回ね、段ボールでなんかそれっぽいのを超時間かけて作ってみようかなと思ったんですけど、そのうちプラレールトーマスのシリーズで出てくれることを期待しますわ。うん、売れると思うんだけどね、ウルフステッド城を出したらね、絶対売れると思うんですけどね、ウルフステッド城なんで出ないんでしょうね、すごい不思議なんですけど。はい、ということで今日はですね、パーシーチャンネル、パーシーストーリーバージョンのソドー島の地図のご紹介でした。次のストーリーからこの地図をもとにいろんなストーリーを作っていこうと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。